今回はクリスマスメニュー3品、こちらの開発がバッチリやります。皆さんこんにちは。株式会社キアイススパイ社長こと飯野でございます。今回の業務用動画ではボリューム1から3まで3動画続きます。当社開発がクリスマス料理にチャレンジします。スパイス&ハーブを上手に使ってクリスマスメニュー3品をご提案してまいります。はい、今回も キアイス 開発チームが力を合わせて作ってくれます。ちょっとこのボリューム3ではどんなクリスマスメニューをみんなで作ってくれるんですか？このボリューム3では、はい、ハーブソルトで食べる、はい、柔らかジューシーローストビーフをバッチリみんなで作ってまいります。大好きですね。今回は当社開発チームが簡単美味しいにこだわって作ってくれます。それでは早速いきましょう。レッツスパイスキングのクリスマスバージョン。はい、じゃあメインいきましょう。ハーブソルトで食べる柔らかジューシーローストビーフ、材料説明嬢ちゃんよろしくお願いします。はい、それでは、ローストビーフの材料説明をさせていただきます。はい、こちら12人前ですね。はい、こちら、牛もも肉、こちらが 1.2kg、 はい、はい、でこちらが岩塩、こちらが、12g、まあ、約お肉に対して 1%、 はい、はい、こちらオリーブオイル 60g、 はい、にんにく 15g、 はい、ブラックペッパー 4g、 はい、でこちらハーブソルトですね。こちらの方が、まあ、それぞれ、まあ、別添えってことで 100g、 はい、はい、こちら 上から最後に振りかけるピンクペッパー、はい、で今回ちょっとまたローストビーフの方も特製で使わせていただきましたんで、タレね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、以上です。せーの、メリークリスマス。社長、ローストビーフできました。はい、できましたか。じゃあ、ジョーちゃん、行きましょう。ハーブソルトで食べる柔らかジューシーローストビーフ、はい、せーの、実食。いや、これは美味しそうですね。ありがとうございます。こちらのローストビーフの方なんですけど、こちらスチコンだけで作っておりまして、しっかりと心温計の方ですね、そして温度管理をして作っております。はい、ちょっとハーブソルトで食べます。はい、あ、美味しい。ありがとうございます。このハーブソルトの特徴は、こちらのハーブソルトの方なんですけども、うん、こちら清涼感の強いローズマリーと、清涼感の方はタイムですね、うん、はい、でこちら甘い方向のローズマリーの方を使っております。ここね、このいろいろスパイスのハーブ、こちらにあるものですね。このハーブソルトも美味しそうですね。はい、これハーブソルトとかね、こちらです。これですね、はい、ハーブソルトです。じゃあ、ツイッターでこのタレも作ったんですよね。そうですね、はい、こちらわざわざ作りました。特製のタレでちょっとつけて、まだ何も言ってないです。激うまい。ありがとうございます。タレはどういう感じで？こちらのがタレの方なんですけども、こちらは醤油、酒とか、うん、みりんの方ですね。こちらの方はもう一発目によく使われるんですけども、うんうん、こちらさらにポイントとしまして、香辛料、ハーブの方を使っております。そのようなハーブ。そうですね、はい、ね、こちらの方もこちら一緒に入っている、うん、ビーフに合うようにちゃんと作ってますね。はい、そうです。いや、クリスマスにこのローストビーフ、最高の気分ですね。ぜひね、皆さん、せーの、お試しください。うん、大丈夫です。はい、
ジョーちゃん、今日クリスマスメニュー3品、全部美味しかったです。ありがとうございます。野菜のグリル、それからパエリア、そしてローストビーフという形で、なんか味も当然美味しかったんですけど、はい、見た目もこう色とりどりで綺麗で華やかで、クリスマスには最高な、ね、そうですね、はい、で今回ちょっといろいろとサフランの音とか、はい、ハーブオイルはシリア岩塩クアトロハーブを使ったオリーブオイルを使ったハーブオイルだとか、はい、いろいろと、まあ、あとはローストビーフもね、そうですね、こちらのタレも作ってくれたんで、はい、ハーブソルトもね、なかなか今回いろいろ料理もそうだし調味料もこだわって作ってくれたので非常に良かったと思います。ありがとうございます。これはちょっとお値段を張るみたいなんですけど必ずためになりますので、はい、はい、皆さんぜひお試しください。メリークリスマス。